ハロウな今回があるんですけど、今回はですね、本日も検証動画なんですけども、若狭さんすごいスマホ見てニヤニヤしてるけど、何見てんのこいつ。今日の動画とは関係ないんですけど、昨日ですね、登録者数が10万人突破しました。ありがとうございまーす。ってことでね、登録者10万人突破した瞬間のね、映像もあるので、ちょっと見ていただきましょうかね。どうぞ。登録ありがとうございます。はい、うるさい。はい、くっそうるさい。登録者10万人突破して、ここまでうるさい人はいないんじゃないかなっていうぐらいうるさい。でですね、やっぱ登録者10万人いったら銀の盾もらえると思うんですけど、ついにですね、私もらいました。こちらですね、ほら見てください。ほら、ちゃんと届いてますよ、銀の盾が。なんか、ちょっと画質悪い気がするけど、だいぶ。この上にもらうことができて、銀の盾の上に乗ったら汚れる、ぶっ壊れる。この前のアップデートでね、8月は毎週日曜日からですね、花火大会っていうのが開催されるようになったんですよ。で、そこですね、アップデートで新しく景品が増えたんですよ。タピオカ、わたあめ、アイスとね、食べ物が3種類追加されたんですけど、この食べ物を使って今回も検証していこうと思います。当たり前なんですけど、ずっと放置してたらね、腐るわけじゃないですか。もう例えば5年とか10年とかね、放置してたら腐れると思うんですけど、今回は6010年間食べ物をね、放置して、腐らせてやろうと思います。まあ、まずはね、こちら、2000年にしたいと思います。はい、2000年で、OK! さあ、ということで今、2000年でございます。さあ、ここに食べ物を置きまくりましょう。タピオカ、わたあめ、アイス。アイスとか60年経ったら、もう、ドロッドロに溶けてるでしょうね。ないでしょうね、もう60年も経ったら。これで、60年にします。オッケー。これでセーブして終わったらね、きっともう腐れてるはずなんですよ。60年経ってね、腐ってなかったら、それ食品サンプルだよ。さあ、あれか60年が経ちました。島全然変わってねえな。本当に60年経ったの？いや、でもさっき2000年だったけど、今2060年だから60年経ってるはず。何も変わってねえ。すげえな、この島。銀の盾も普通にあるし。てか、よく思えば、そのさ、タモツが今持ってるオレンジジュースまだ追加されてないよね。これはいつか追加されるんじゃないのかな。よし、じゃあ、それでは60年経った食べ物を見ていきましょう。せーの、よいしょ。マスタピオカ。あ、どうだ、タピオカ。まあ、ちょっと見た目は、60年前とあんまり変わってないけど、まあ、多分飲んだらきっとやばいことになってます。わたあめ。まあ、なんか全然、何も変わってないね。次、アイス。アイスは溶けてるだろ、絶対。これ食品サンプルだろ。いや、わかんない。食べたらなんか異変があるかもしんない。最初はタピオカ飲まないよね。これ飲んだらバカですからね、本当に。バカだ。本当に、本当に、うわ、マジマジで言ってんの俺。わたあめは、は、え、ちょ、は、え、え、アイスも食べちゃった。検証結果ですね、熱盛の食べ物はすべて食品サンプルでした。